今月27日から始まる核兵器禁止条約の第2回定約国会議に広島の高校生平和大使が派遣されることになりました。ニューヨークの国連本部で開かれる核兵器禁止条約の締約国会議に派遣されるのは広島市内の高校に通う尾崎心さんです。高校生平和大使は今年6月に広島から3人が選ばれましたが 今回参加する高校生を新たたに選考しし尾崎ささんが任命されま高校生平和大使は今回の締約国会議に広島と長崎からそれぞれ1人ずつ派遣されます。今月日日日の初日に会会議ををし翌日は核廃絶を求める集会で スピーチなどをする予定です。